はじめまして、指揮官さん。ドンファン所属、ハイテンと申します。右も左もわからない新参者なので、失礼があれば、ご容赦くださいませ。行員一瞬、寸金一泊。指揮官さん、そろそろ仕事を始めないと、今日を無意に過ごしてしまいますよ。 剣を競う花のあでやかしさを愛すも、しぼみ落つ花の寂しさに心打たれる。感性が豊かすぎる、ですかハイチーは相変わらず元気なようですね。あ、指揮官さんにご迷惑をおかけしていませんか執務室に歌の写本を置いておきました。 指揮官さんにはお手すきの際にでもご一読いただきたく。夕下はいかがしましょうそうですね。麻婆豆腐でもどうでしょうあ、申し訳ありません。さっき読んだ歌の本のことを考えていました。はい、何でしょうかね。 礼儀を知らない方には。あら体に不調はありませんよ指揮官さん、今日の任務も忘れずやり通してくださいね。任務が完了しました。今回もきっと良い報酬となるでしょう。紙に書き留められた一字一句。 彼なたより伝えられし、深き思い。指揮官さん、出撃お疲れ様です。需要ある白クラゲのスープを用意しましたけど、よければぜひお召し上がりに。あら、甘すぎましたどうか話しかけないで、一人にしてください。 歌の美しき樽は、応援や追育だけでなく、行間に潜む万感の思いにあり。指揮官さんは歌の道に興味はありますか委託組の皆さんが無事帰ってきましたよ。戻ってきた彼女たちをちゃんとねぎらってあげてくださいね。こう、そのことをよくせんと欲せば、 必ずその木をリトス。ありがとうございます、指揮官さん。戦をもって、戦を止めるしかないのでしょうか。赤地千里、乱雨荘園。終戦即兵、いつ叶うのかしら。勇純も失脚数ですね。 生い至れば、近籍阻まれることなく。霧が